皆さんこんにちは、セルタビのセヨです。本日私は成田空港の代理ターミナルからお届けしております。で今日は憧れのフィンエアに乗ってヘルシンキ経由のオスロに行きます。イエーイ。もう本当に北欧は念願のというぐらいずっと行きたかった場所なのでめちゃくちゃ楽しみで、ただフィンエアに乗るだけではなくて、なんと今回プレミアムエコノミー取りました。なのでプレミアムエコノミーで、とってもねテキスタイルが可愛いブランドマリメッコとのコラボの、まあ、ご飯であったり内装であったりアメニティなんかもあるそうなので、たっぷり丸ごとレビューしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも空の旅一緒に楽しんでいきましょう。カウンター D でーす。いいね、小さっぱりとしてます。無事にチェックイン完了しました。時間はですね、本当に駅着いてから20分とかで全て終わっちゃったレベルで、もうチェックインなんて5分10分かかったかなぐらいな感じで、めちゃくちゃスムーズに終わりました。で現在時刻は8時55分なので、搭乗時刻まであと1時間半ございます。やることないでも外帰りでもやることないので、保安検査通っちゃって制限エリアに入りたいと思います。はーい、ってことでですね、保安検査も通りまして、本当に夜だからっていうのもあると思うけど、めちゃくちゃスムーズに10分かかんないぐらいで終わっちゃいました。じゃあゲートが63で定刻予定なので、それまでゆっくりしますということで、現在夜の10時になりました。63番ゲートに向かってます。あ、見えますでしょうか、フィンエアの機体。めちゃくちゃ可愛い。フィンエアの機体のラッピングからすでにマリメッコとコラボしていまして、めちゃくちゃおしゃれじゃない。シックでおしゃれで可愛いって最高なんですけど。ってことで63番ゲート来ました。もう結構パッと見る感じ人多いですね。はい、どうぞ。ありがとうございます。行きますよ、楽しみ。お水、あ、Thank you。お水が、もいもい、ハロー。わー、242ですね、すごい。めっちゃ広いんだけど、この距離感で、タッチパネル本当にお分かりいただけますね、めちゃくちゃ大きい。ってことで、バッチリ日本語にできましたんでね。私だいたいこのフライトマップを見てることがめちゃくちゃ多いんですけれども、めっちゃさ、サクサクだよね、すごいスルスル。7830キロ移動するそうです。でこちらにはこのタイプ初めて見た、こんな網ではなくてね、すごい立派な形のダッシュボードです。でこの中に入ってるものは、めっちゃ素敵、安全のしおり、超シックなんだけど、エアバス A350 の機体ですね。そして緊急袋、まあ、ゴミ袋にしたりもできます。でここがマックスストレージ 500g、 物を入れるんだここに。すごい、ここにメガネとかをさ、こうやって収納できるよっていうことなんですね。へえ。この中に USB-A タイプの充電があります。だからここで充電して携帯とか置いておけるよってことだね。そしてですね、足元がもう2、3、拳3個分ですね。1、2、3、すごいや、普通のエコノミーなんかじゃ比べ物にならないぐらい本当に足元広くて、あ、この足元のこっちの方に国際プラグの充電器があります。でここがイヤホン挿すとこで、ここでおそらくなんかできんじゃないかなって思う。めっちゃミニマル、ミニマリズム感じすぎてる、大好き。こちらがですね、テーブルになっております。うわー、めっちゃ可愛い、木目調じゃん。こんなところまでおしゃれ、スタイリッシュなので、座席周りはこんな感じで、こういうタイプの枕もね、標準装備でついてるので、こんな感じで読書灯がついております。天井じゃないのがいいよね、自分の好きな状態にできます。座席周りに置いてあるアメニティたちですね、見てー、マリメッコとフィンエアコラボだよ。柄はこんな感じで、すっごいシックな色合い、ピンクベージュとなんか墨黒みたいな感じで、すごいしっかりしていて、ブランケットという感じだけど肌触りはすごいサラッとしていて、で個人的にちょっと重みがあるのがなんか寝る時にも安心感あって良いなと思いました。次、こんな感じでね、座席に置いてあったんですが、これめっちゃ嬉しくない？マリメッコとフィンエアコラボのアメニティポーチです。
これもマリメコの柄なんだろうね。ちょっと中身は後でたっぷりご紹介します。本めっちゃしっかりしてる上にフィンエアのロゴ入り、すごい重量感がすごいもん。フィテックってとこのブランド PHITEK。 そして最後にこのネックピローがアメニティとして貸し出されます。でもすごいかわいい、めっちゃいいじゃん。こんなん爆睡服着なんですけど、これ自分でさ持ち運ぶにはさあってもなくても首疲れるよねっていう理由で私持ち歩かないんですけど、ついてる分にはもうありがとう案件だよね。まあ、なんかデザイン性感じますね。ガビブルボディコンプリテッド。当機この先の航路でございますが、太平洋、ベーリング海、アラスカ、グリーンランド、ノルウェーを得ましてフィンランドへと向かってまいります。現在23時2分です。定刻より3分早くプッシュバック始まりました。 Hello and welcome on board Finnair. おしゃれ。 Before departure, we require your full attention. たくさんの宝石が地面に置かれているかのような感じで、なんかまた違った景色が見れてウキウキします。フライトカメラ2台体制でですね、滑走路の行方を見守りまして、これめっちゃ面白いよこの画面、すっごい楽しい。それでは北欧に向けてテイクオフ。安全ベルトの、ね、ランプが消えたんで、ちょっとどこまで倒れるのかやってみます。おー、あすごい、おー十分十分。で足元はこれね、上げ方がこっち側を死ぬほどギュッて強く押したらバコンと上がった。え、すごくない？寝れるやんこんなん。フルフラットまではいかないけどややフラットです。めっちゃいいじゃん。こちらのアメニティをご紹介していきたいと思います。なんか最近流行りのあのカサカサの濡れても OK な紙みたいな感じのテイストのポーチです。サイズ感はなんかパスポートぐらいで、チャックこんな感じ。面白い、四角なんだ、見えるかな、四角四角。アイマスクもいいじゃん。これめっちゃふかふかしてて、かつお鼻のところがね、あの光が入らないようになってますね。でゴムのところは砂渡りみたいな2本になってる感じのゴムです。ここにあのフィンエアのマークがついてる。こちらがイヤープラグです。耳栓、歯ブラシです。ちょっとただものじゃなさそう。ハンブルブラッシュって書いてあって、プラントベースで作ってるんだって。しかもナチュラルな歯磨き粉も一緒についているそうです。なんかそもそもこのパッケージがなんか独特な触り心地で、なんかツルツルした紙みたいな感じですね。2024年9月現在のフィンエアのプレミアムエコノミーのアメニティ紹介でございました。やっぱりこうやって見るとさ、全てがシンプルで無地なね機体に、このマリメッコの柄がね主張しすぎることなく映えますよね。素敵だわ、これがデザインの力かって思いました。お手洗いにやってきました。こんな感じでめっちゃ綺麗、本当に綺麗。まあ、ちょうどねお掃除された後っぽい。こちらのシーズっていうところのハンドウォッシュとボディローション、ハンドローションがあります。他には除菌と除菌の拭くやつに使うシュッシュがある。でおむつ替えなんかもあって、めっちゃ綺麗ですわ。便座に敷くやつもある。でもあの日系にあるようなナプキンとかそういうのはないですね。でもめっちゃ綺麗なんで安心してください。ってことで、まずドリンクサービスがですね、離陸して50分ぐらいで配られました。で私は決めてました、このサンデルスっていうフィンランドのビールで、あとプレッツェルですね。もしやこれは、私ちょっとあんま詳しくないんだけどさ、これさマリメッコじゃない、多分だけど可愛くない？ね、いろんな柄があるんだよ。なんかウニッコっていうお花のやつとかが一番有名なんだけど、ママはブルーベリージュース頼んでて、私もつい飲みたくなって、乾杯、いただきます。
爆裂に美味しくない？やばいね、最高なんだけど、めっちゃ好き。 I love it, thank you. めっちゃうまいじゃんこれ。え、すごいいい香りじゃない？フィンランドのブルーベリーチョコすごい。すごい、フィンランドエアーのマークついてる。じゃあ行きます。乾杯。美味しい。結構キリッと、朝日まではいかないけどキリンぐらい。え、てかすごいぞ、あのプレミアムエコノミーの夜ご飯。じゃあまず機内食2種類ありまして、ビーフはフィッシュ、ビーフの方はビーフストロガノフでした。嬉しい、私はもうビーフ大好き、ビーフにしました。でこれはピラフかな。そしてパンです。こちらには、え、すごっ、前菜的なエビちゃんですね。あとパウンドケーキみたいな、ブルーベリーかな、わかんないけどベリーっぽいものが入っているパウンドケーキが出てきました。しかもこれが陶器なんですよ。どちらもこちらね、イッタラというブランドで、フィンエアのためだけにデザインされたそうですよ。ちなみにこちらは母の、フィッシュです。前菜は一緒だね。でパンとパウンドケーキも同じなんだけど、こちらはジャパニーズスタイルとおっしゃってまして、鮭とガンモかな、あと小松菜、東京っぽいね。あとはごまがかかったご飯です。美味しそうじゃん。やばい、行ったらじゃん。これもフィンエアのためにデザインしたと言われているカトラリーたちでございます。わー嬉しい。じゃあいただきます。よく煮込まれたコクの深い味がしますね。ビーフにしみしみで、お肉はね結構お肉って感じの噛み応えがありつつも、肉のうまみ、臭みとか全然なく、このうまみをね存分に楽しめるビーフストロガノフです。うまっ。ちょっとこのピラフもねいってみますね。あ、おいしい。なんかバターピラフかな、この赤い点々がちょっと何なのか照明の関係的によくわかんないんですけど。鮭いただきます。鮭じゃなかった、鮭じゃない、マグロの目、カジキマグロだ。うまっ、おいしい。え、てかさ、この前菜超おしゃれ、すごい、なんか上に香草が乗ってる。エビちゃん、なんかこれ食べた、えげつないぞ。なんかのソースなんだと思うんだけど、何かっぽいっていう例えができない。で何で味付けられてるかも分かんない。でも美味しい。ごめん。ちなみにアルコールに関してはプレミアム好みは全然なんか、あの何時でも何いつでもどうぞってホールタイムっていうのをおっしゃってたんで、お酒好きな方もこういうさ、フィンランドのビールなんてなかなか日本にいたら飲まないじゃないですか。お食事にね合わせて大人の遊びを空の上で楽しんでください。深夜0時にどんなご飯出していただけるのかしらと思ってたけど、なんか量もそんなに多くなくて程よい気がする。それじゃあゆっくり食べます。あたりは真っ暗になりました。私も寝る準備をしたいと思います。こちら、イプサンのさタイマールでエッセンススティックを顔に塗るリップみたいなやつなんですけど、これをひたすら目の周りとか、ほうれい線、ほっぺ、首、あらゆるところに塗りたくります。本当にね、すでにもう乾燥やばいから。で、リップ、韓国のオリーブヤングで買えるこのホホバのリップをお土産でいただいたので、今お泊まりポーチにこれが入ってます。結構こってりまではいかないけど、しっとり感はね、あの申し分ないのでとってもいいですね。で、ハンドクリーム、ハンドクリームは正味、あの何でもいいです。潤していきましょう。私は今この中はブルガリアのソフィアで買ったダマスクスローズのハンドクリームかな、それをちょっとキューって入れて使ってます。でも何でもいいです。
こんな感じでバッチリ保湿ができたので、お手洗いで歯磨きをして、こちらのアメニティの中に入っていたアイマスクをつけて寝たいと思います。あとマスク、本当にマスクしてないと寝てる時に口の中含め喉がやられるので、マスクと喉飴は必須です。じゃあおやすみなさーい。おはようございます。ということでですね、現在ノルウェー海の上空を飛行中です。約2時間もすればねヘルシンキ着いちゃうんですけど、このヘルシンキ線の航路めちゃくちゃ面白くてですね、北極の方を通って行くんです。こんな感じでちょっと前がマジで北極の上をね通ってたんですよ。で窓開けて見たいなって思ったんだけど、時間も時間だったからね、眩しくって誰かを起こしたら申し訳ないと思って開けらんなかったんですけれども、帰りのね飛行機で見れたらいいなと願いながら、マジで真っ白なところを通ってきたんですね。で時期ここがもうノルウェーの方なんですけど、こっちの方から回り込んでヘルシンキに到着するそうです。さあ朝ごはんもぼちぼちかな、楽しみ。残り1時間半のところでですね、朝食来ました。すごいめっちゃ熱々です。そして紙のねボックスなのがめっちゃサスティナブルって感じや。こんな感じでもう彩り豊かなザ朝食といったね朝食来ました。スクランブルエッグにソーセージ、ブロッコリーとトマト、ラタトゥイユ的な、あとはハッシュドポテトですかね。今回カトラリーはこうした紙製のものが配られました。ふわふわスクランブルエッグですね。そしてトマトのラタトゥイユ、これ正解、トマトのラタトゥイユです。ハッシュドポテトという食べ物が大好き。おいしい、おいしい、ソーセージおいしいね、プリプリジューシー、カリッジュワみたいな、絶対違うかもしれないけどシャウエッセン的な海苔のもうちょっとあっさりしてる味の、おいしい。これ3本ぐらい入れといていただいても私は嬉しい最高。皆さんもぜひ胃袋からねフィンランド楽しみにきっと乗ってみてほしいじゃあゆっくり食べます。はい、ということで、もういよいよ10分もすればヘルシンキに到着です。ご覧の通りね、左側の方が東側っぽくてめっちゃオレンジ色の綺麗な朝焼けが見えております。残念ながら反対でした。なんかムーミンに出てくる木みたいのがいっぱい生えてる細長い木。あ、いよいよヘルシンキの朝が始まりそうなライトアップが見えますね。そしてヘルシンキバンター空港にね、あ、もう到着しますよ。空港の周りだというのになんか崖とか森とか沼とかすでにね自然あふれていてかわいい。ってことで、北欧33カ国目ヘルシンキバンター空港到着です。ランディングいかがでしょうか。めっちゃ上手全然揺れない。あ、すごい綺麗だねお、いいね。わー、フィンエアーがたくさんいる、かわいい。フィンエアーの飛行機、お世話になりました、かわいい。左なんだねたまたまかな、日本便だからかな。ってことでヘルシンキにね10分ぐらい時間巻いて着きました。え、てかさ、空港がさ無機質、洒落てる洒落てるね、かわいい。ほらヘルシンキー、うわー、めっちゃかわいい。え、ここ木なんで階段なの、なんでママ階段降りてんの。なんか来ちゃった、なんか来ちゃった空港超おしゃれ。じゃあ次はねオスロ行きに、オスロ7時発だったかな、乗り込みます。
かわいい、いちいちデザイン性すごい。ってことでですね、トランスファー乗り換え手続き終了いたしました。トランスファーね、あの液体物 100ml 制限がしっかりかかるのでマジで気をつけてください。ペットボトルとか飛行機の中で前にもらったやつ持ち込めないので中身空っぽにして持ち込むといいと思います。ってことで今からオスロ行き13番ゲートに向かいます。はい、こんな感じでですね、空港はお手洗いの近くに水汲み場があることが多いです。お湯もありまして、あとはタップウォーターっていうのが水道水なんですけど、水道水美味しいんだって。ここからももらうことができます。ちょっと入れていこう。あ、ちょっとコンビニみたいの発見しました。どんなもんだい。コーヒーとか売ってそうだよ。ヘルシンキユーロだよね。ノーマルコーヒー 3.8 ユーロだって。かける160してください。あ、でもこんな感じで美味しそうなパンもある。シナモンロールやんけ。ついに本場のところを食べに来てしまった。お水とかあるかな。お水、普通の水って日本語で書いてあるんだけど、見て、500ミリで 2.5 ユーロだって。だまー400円。水だよ。ただのコンビニからムーミン、キャワイイ。カップヌードルもあるよ。ママカップパパカップっていうのもあるのかな。はい、ということでですね、30分かかりました。乗り継ぎにめっちゃ大変だった。さあ、じゃあそんな感じで朝日が眩しいわね。13番ゲート行くよ。あ、なんとか間に合った。行きましょう。めっちゃ遠かったね。ちょっと走ったね。何にも時間潰してないのに結構ギリギリだったね。行きましょう。はい、ってことで、フィンエアーがいっぱい並んでいる中、私たちもフィンエアーにまた乗っております。次はね、22の小さな機体でエンブレイヤー190ノッラっていうなんか会社、ノルディックレジョナルエアラインって書いてあるね。コードシェア便的なかな。今回はですね、あの機内食出ません。もうさっき完食したんでね、朝ごはん。こんな感じで、お、さっき飲んでたやつ、これサンデルス。あとはコーヒーとかね、お金かかるんだって。お、やった、ブルーベリージュースと水はタダ。あと袋です。そしてね、足元はですね、まあ、拳 1.5 個分くらいかな。さっき拳3個分ぐらいのプレミアムエコノミーとはね、まあ、やっぱ全然違いますけど、短いフライトなので全然 OK です。はい、プッシュバックスタートしました。7時28分、2分前です。素敵な朝焼けとともにテイクオフでございます。さっきはね、まだ夜明けになりきるかなりきらないかだったんですけれどもね、こちらの景色もまた美しいですね。いいね。1時間20分ぐらいの短いフライトなんですけれども、行ってまいります。朝焼けとともに行きますよ。お天気もね、本当にいいお天気なのでめっちゃ最高。と同時に、あの後ろに見える木がさ、マジムーミン、全然日本と違うね。お、無事に空に上がりました。どんな景色が見られるのかとっても楽しみです。おー、ヘルシンキの街並みがちょっと見えますね。畑だらけ、山だらけ、木だらけ。わー、綺麗だね。想像上の北欧とまるで一緒ですわ。素敵。はい、ドリンクサービス、お水かブルーベリージュースかで、私はブルーベリージュースにしました。いただきます。さっきも飲んでたけどめっちゃ美味しいから、乾杯。美味しい。もう水筒に入れていただきたいぐらい美味しい。500ミリガブ飲みしたい。入れていただくのは可能でしょうか。さあさあ、おやつを食べておしゃべりをしていましたらね、あっという間にノルウェーが眼下に広がってまいりました。
というよりさ、これさ、街並みじゃなくてフィヨルドじゃない？フィヨルドは自然が作り出したものなんですけれども、ボートとか大きなクルーズ船に乗って観光なんかも、そんなプランもあったりするそうです。わあ、すごい綺麗。めっちゃ雲、雲だよね。すごっ、ファンタジーな映画の世界って感じのね、景色が広がってます。ってことで、しれっとするとオスロ着きました。無事に着陸しまして、よかったです。はじめまして、ノルウェー。はい、ってことでですね、ノルウェーの空港、オスロ空港着きました。すごいなんかシックだね。なんかしれっとノルウェー来たけど、今回も初めての国、34カ国目です。おー、空港かわいい、いいですな。ムンクのなんだっけ叫び合ってるえ、すごいすごいすごい、おしゃれ。さあ、ノルウェーの空港出てきました。ってことで、無事にノルウェー到着です。初めてのオスロ、そしてもちろん初めてのノルウェー、もう今日からめっちゃ楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、フィンエアのプレミアムエコノミーで成田空港からヘルシンキバンター空港、そして取り替えてオスロ空港までのフライトレビュー、いかがでしたでしょうか。言わずもがな、超絶おすすめですし、トータルで意外と15時間近くは乗ってたんですけれども、もう苦じゃないというか、もっと乗ってたいと思うぐらいすごい快適なフライトでしたので、ぜひ皆さんもね、乗ってみてください。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。めっちゃいいじゃんフィンエアと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。約2週間にわたってね、そこのノルウェーからスタートしていきますので、ぜひまた次のビデオもお楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。空港のお花屋さんめっちゃ可愛いんですけれども、